東京渋谷ではハロウィンを前に仮装した若者たちが、くそ、世間に馴染めず不器用で純粋すぎる男、牛山、お前セックスしたことあんのか。こんな豚小屋遊びに来たかねえんだが、お袋が兄貴の様子見てこいっちゅうもんだからよ。ふざけんな、俺は誰にも迷惑なんてかけてねえ。その出口の見えない日々が、兄ちゃん、終わりを告げる。なんだこれ、ああ、兄貴、それなんだ。ロボだ。兄貴、これただごとじゃねえぞ。あいつも俺たちと同じで一人ぼっちだってことだ。この腐った社会で野放しにされたらどんな目に遭うか。バカみたい。下げるな。あいつは機械なんかじゃない、俺と牛山の仲間なんだ。もう後戻りできねえとこまで来てんだよ。話を聞いてくれ。どうしたら中だけは。ハードコア。俺たちは空だって飛べるんだ。